ヘルモンドです。ハイライン来ました。1ヶ月半ぐらい前にもね、切ってますが、ちょっと寒くてね、2月の終わりだぐらいだったと思うんですけど、もう春な感じの、新緑も出て、花もちょっと、咲きながらと、いうところでね、春のまあハイラインをねちょっとお届けできたらかなとかねちょっと思ってます。まあこんな感じで、このままねちょっとミートパッキングの方まで、このハイラインを、降りつつ各要所要所でね、撮影もしつつ、チェルシーマーケットのあたりとかミートパッキングとかリトルアイランドとか、ちょっとこまごましたところね行けたらかなと思ってますが、ちょっと工事中ですね。車はちょっとねぐるっと一周、回りつつの、もう一回向こうまで行ってみましょうか。まあこんな感じ。はい、ということでねちょっとワープしました。工事中だったためっていうところで、今これ23丁目のところですね。ここから、まあ、14丁目を過ぎて、まあ、ミートパッキング、フィートニーミュージアムの、ねところまで、このまま、降りていこうかなと。非常にね心地のいい、春先の、一応、まあ、今4月の中ちょっと前かな、という感じですね。まあ、ここからもうちょっとするとね、それぞれのね木々たちが全部葉っぱを出しちゃうので、ちょうどいい時期かなと思うね、と思いますね。というようなところで、まあまあ日を追って、ちょいちょい、撮影に来ようかなともね、思いますけれども、まあ、四季折々で、まあ、いろいろなね、顔を見せてくれるこのハイラインです。去年はねちょっと大雪が降った時があって、その時のねちょっと映像も載せてみましょうか。こんな感じ、雪が降るとねクローズしちゃうっていうケースが多いんですけれども、タイミングよく、雪の降った後雪がね、積もりながらの、降ってはいなかったので、一応ね、歩けることができましたよっていうね、非常にねちょっと貴重な、時に撮影もできたりとかね、あります。というような感じでね、まあ、これはもう春先っていうところでいいですね、なかなかね、こんな感じ、はい、
はい、というところで、ミートパッキングのところか、あ、ハイラインのところからね、ミートパッキング、ドミトニーミュージアム、ワールドトレードセンター、で、大会に行くときになったところが見ると、で、トリトルアーミーが、というところで、まあまあ、リトライアンのもね、ちょっとこのまま、行ってみましょう。ちょっと前にも、ちょっと前とも1ヶ月ちょっとぐらい前、まだ冬の感じのね、花も、新緑も出てないところの、寂れた感じのね、リトルアイランドですけれども、今ね、もうちょっと4月の中ですけれども、春先のね、非常に、心地のいい感じの丘が今、見えてますね。ここで、はい、ぐるっと回ってみましょうか。はい、左手の方ぐるっと回るとワールドトレードセンターが見えますね。で、オリテックミュージアムでね、今ハイラインをね、ハドソンヤードの方からね、降りてきました。で、今ここのね、ミドルアイランド入り口のゲートのところをくぐって、この丘の上までね、登っていってみましょう。
はい、というところでね、ピア57、このリトルアイランドのね、すぐ脇にあります。ずっと工事していて、フードコートがオープンしたよってちょっと見たので行ってみようかなと、思います。上行ける感じなんですね。あ、こんな感じか。あ、いいですね。とりあえずまだ全部が空いてるかどうかわからないですが、もともとこれ、船着き場だったところのね、結構でっかい、何も使ってなかったこうピアで、コロナ前ぐらいから、まあ、フードコートみたいなのが開くよっていうのもね知ってはいたんですが、先日、オープンしたっていうのもね、聞いたので、ちょっとこれ一回中入ると、どこ入れんのかな、入れないか。どうした？いや、イングリティーゲン、the only thing that's not really is like the bathroom. That's the only one that's got like. No, no, no. The upstairs too, rooftop too. Yeah, it's open. こうなってるね。いい感じですね。とりあえずこれは中の様子だけ、どんな感じになってるのかを、様子だけを皆さんにお届けできたらかなと思います。まあ結構いろんな。テープが入ってますね。これはなかなか下げ下げな、また新しい、このミートパッキングエリア界隈の、観光スポットっていうところですね。ちょっと後でね、リフト君にも行ってみましょう。ルーフトップパークって書いてある。パークじゃん。ルーフトップリトップ行ってみたいな。ルーフトップパーク。